スイッチフットは1996年に結成されたアメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴ出身のオルタナティブロックバンド1997年にインディペンデントレーベルによりザ・レジェンドを無人でデビュー後1999年にニューウェイツー・ビー・イ・ヒューマン2000年にラーニング・ツー・ブリーズと次々とアルバムをリリースし2001年度のグラミー賞に ノミネートされるまで成長した。レコード会社による争奪戦の末、コロンビアレコーズと契約し、3年の歳月をかけて、メジャーデビューアルバム、ザビューティフルレッティダウンを2003年2月に発表。2年間で250公演という勢力的な全米ツアーを行い、シングル、メントツーライブとデア e Are You t がチャートでトップ5入りした。 穏やかにチャートを登り続けた結果、ビルボードのアルバムチャートで16位まで浮上、アルバム発売後113週連続ランクインし、ダブルプラチナディスクを獲得、売り上げも260万枚を突破する、ロングランヒットとなった。エネルギッシュなライブが有名で、ポップやインダストリアルをルーツとした、スウィッチフット独自のサウンドは、メロディー重視でありながら、エレクトロニックを試しつつ、 リフを激しく使ったギター使いが特徴である。そんな中にバラードも織り込ませている。ジョン・ホーマンによると、スイッチフットとはサーフィン用語でバンドのメンバーが全員サーフィン好きなのでしっくりきたネーミングだったらしい。スイッチフットは足を切り替えるという意味で、サーフィンでは軸足を切り替え反対を向くことで新しい体勢を取ることを指す。つまり変化と動きを意味し、 人生や音楽に対する新しいアプローチと捉えることができる。1996年にチンアップという名でフォーマン兄弟とバトラーの3人で結成。インディペンデントレーベルのリ・シンクとの契約を機にスイッチフットに改名。レーベルリ・シンク所属中に散策発表するが、ファーストアルバムリリース前にリ・シンクがキリスト教関連会社、 スパローレコーズに買収されたため、当初はコンテンポラリー、クリスチャンミュージックという狭いジャンル内でしか流通しなかった。3作目、ラーニング2ブリーズが成功を収め、RIAA からゴールド認定され、グラミー賞でベストロックゴスペルアルバム部門でノミネートされた。2002年、映画ウォークトリメンバーの中でスウィッチフットの曲が多用され、サントラにバンドメンバーが登場した。 このことをきっかけにスイッチフットは大手レコード、レーベルから注目を集めるようになり、争奪戦の末、コロンビアレコーズ、ソニー BMG と契約した。2004年には、インディーズ時代の3作から集めた、コンピレーションアルバム、ザーリーイヤーズ、1997から2000を発表。ありがとうございます。